本の航空自衛隊も調達を進めているアメリカはロッキード・マーチン社製の最新鋭第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2戦闘機 A 型をお隣の韓国でも40機を目標に調達中だね。韓国では当初総数で60機の F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の調達を検討していたこともあったようだが、現在は40機に下方修正しており、2020年10月までに24機をすでに調達しているぜ。今回は韓国が F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の調達や、空母と B 型の入手も打ち出している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、こうした中で韓国は軽空母の保有計画を表明し、確定か否かはまだ判然としないけど、これに向けて短距離離陸垂直着陸可能な B 型も20程度の調達を目指す方向で動いているみたい。日本の現状がどうかといえば、F-35 ライトニング2戦闘機の A 型を105機、B 型を42機調達することを決定しており、この数は今のところ本国アメリカに次ぐ多さとなっているな。韓国が B 型や軽空母建造の方向性を打ち出してきた背景には、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀に航空母艦化の改修を行うことへの対抗策としての意図が大きいようにしか見えないよね。ただし B 型は世界的見てもアメリカやイギリスが調達計画を引き下げる動きを見せているため、ここに来ての韓国の動きはロッキード・マーチン社からすればある意味歓迎しているのかもしれないな。しかし軽空母の開発に先立ち、韓国側が要求したとされる設計の前提に必要となる情報の開示を、ロッキード・マーチン社は契約後にしか明かせないと当然の対応を見せているのも事実だぜ。そもそも韓国は現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦に、従来は3万トン級の大型輸送艦建造を表明していたけど、これは中国に空母保有だと思わせない配慮だと見られていたからね。それが日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀の航空母艦化を明らかにしたことから、その対抗状としてなら中国の機嫌を損ねることなく、大手を振って空母保有が可能と考えたんじゃないかな。周囲を広い領海で囲まれた日本からすれば、中国軍の脅威に対して南西諸島の防衛には限られた陸上拠点からだけでなく、出雲加賀によって運用される B 型の必要性も頷けるよ。ただでさえステルス性能の向上のため、燃料搭載量の限られた F-35 ライトニング2戦闘機は、B 型だけでなく A 型も従来機より航続距離行動半径が短く、空中給油機とともに必須と思われるからだな。しかるに韓国の領海の広さは日本の約 10% 程度しかなく、仮に北朝鮮の領海を含めても約 12% 強ほどであり、十分陸上の飛行場からの A 型の航続距離行動半径に収まるものと考えれるぜ。まあ政治的に韓国内で承認されるのならば、日本側が何ら口出しすべきことではないのだろうが、ロシア製の地対空ミサイルを調達したトルコのように、韓国がアメリカの意に反しつつあることは危惧されるよな。これは余談だけどイタリアも F-35 ライトニング2戦闘機を A 型 B 型とも調達を進めている稀有な国の一つなんだけど、新型コロナウイルスの影響で中国の経済援助にますます依存しつつあるみたい。韓国は完成品の F-35 ライトニング2戦闘機を購入しているのみだが、イタリアはヨーロッパ各国向けの同機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点 FACO を日本と同様に有しているよ。これを考慮すればイタリアから F-35 ライトニング2戦闘機に関する中国への情報漏洩もかなり危険性が高いのではないかと感じられ、韓国同様にその意味で日本にとっては脅威に思えるね。さてイタリアの件で触れたように日本では三菱重工業が、愛知県に F-35 ライトニング2戦闘機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点の FACO の開設を行っており、アジア地区の同機の整備を担当するんだ。搭載するソフトウェアの更新で最新の能力を付与されていく F-35 ライトニング2戦闘機には、日々のメンテナンス以外のアップデートは必ずこれらの拠点で実行することが求められるな。ここにおいても韓国は言うまでもなくアジアの F-35 ライトニング2戦闘機保有国なわけだが、政治的にも感情的にも日本にだけは自国の同機を持ち込むことを拒んでおり、
この点も先々問題化しそうだぜ。日本の F-35 ライトニング2戦闘機の調達価格は、ざっくりとではあるが A 型 B 型の合計数147機の平均で1機あたり約120億円強に相当するんだけど、これは実は韓国より3割ほど高額らしいね。調達する機体数がはるかに多いにもかかわらず日本側が高額だというのは理屈に合っていない。もしくはアメリカに異様にされているとの指摘もあろうが、先の FACO 解説を含んだものと解釈されているよ。韓国は現在、自国でインドネシアと共同で開発を行うはずだった国産の 4.5 世代戦闘機 KFX についても、インドネシアからはしごを外されつつあり、開発費の負担上からも窮地に陥っているらしい。それでも日本の約半分の人口にもかかわらず、ほぼ同額の軍事予算を捻出しているだけに、国民からもっと有効な使い方を求める声も一部からはすでに吹き出してきているんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国空軍の F-35A ステルス戦闘機事故の原因が判明したけど、どうも意味不明な部分が散見され、またやらかしたのかと感じているよ。F-35A 戦闘機機体の修理も日本ではなくオーストラリアに決定しているようだが、そこまで運搬量を重ねなくてもいいのにな。うんうん。今回は過去の韓国空軍の F-35A 戦闘機胴体着陸を振り返って、その原因を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年1月4日、訓練中に日本統治時代の朝鮮の行政区画の一つだったチュンチョンナムドの、蘇山基地に胴体着陸した F-35A ライトニング2の事故原因がバードストライクであったとして韓国空軍が2ヶ月後の3月3日に公表したよ。韓国日刊新聞にあたる中央日報の記事によると事故を起こした F-35A は空対地ミサイルの射撃訓練のため、チョンジュ基地を離陸し、射撃場手前侵入直前の高度330メートル付近において、機体左側のエアインテークに体重 10kg 程度のハゲワシが飛び込んできた。そのハゲワシは機内に空気を入れ込むエアインテークから吸い込まれウェポンベイとの間の遮断壁を抜き破って機体内部に入り込み、ウェポンベイ内部にある着陸装置を作動させるための油圧系のパイプと電源ケーブルなどが多数破損したため、操縦後方システムの性能低下やランディングギアの作動不良を引き起こしたと記されているんだ。韓国空軍では調査結果からバードストライクの他に機体の欠陥やパイロットの操縦ミスなどはなかったと判断し、パイロットや整備士に対しては注意喚起と教育に努めて F-35 の飛行を再開したほか、F-35 の開発元のロッキード・マーティン社とウェポンベイに異物が飛び込んで損傷した場合でも、ランディングギアが正常作動する対策と、独立して補助的に作動するシステムの構築案を協議する予定であると報じたね。しかし、この中央日報の他にも同じ内容を報じた朝鮮日報やハンヨレ新聞の記事には、おかしな点が多く散見され、その信憑性に疑問があるという意見が日本のインターネット上で挙げられていたな。まず、中でも指摘が多かったのは、記事中のバードストライクが起きた際の衝撃の強さに関する記載で、燃料を搭載して20トンを超える航空機が 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃量を換算してみると約30トンだった、と空軍関係者が説明したと紹介している点だぜ。このことに対して F-35 戦闘機そのものが何かに衝突したら搭載燃料などの質量が衝撃に関係するが、この場合は 10kg のハゲワシが時速 900km で衝突したと紹介すべきであるため意味不明だと指摘する声が最も多かったらしい。もしも 10kg のハゲワシが時速 900km で衝突すればかなりの衝撃を受けることになり、機体を損傷することは十分に考えられるが、エアインテークの直後にはウェポンベイがあり、ランディングギアはさらに後方の外側にあるため直接衝撃を受けることは考えづらいからな。事故機の着陸直後の写真がネット上で公開されていたが、主翼下のランディングギアは左右とも通常通り出ており、機首のギアのみが出ていない状況であったことから、バードストライクによる影響で、ランディングギアの作動不良を引き起こしたとの説明は非常に無理があり、
単なる整備不良によって機種のランディングギアが故障したと考えるのが自然だと思うぜ。また、朝鮮日報の記事では空軍への聞き取りから、事故当日に F-35A は空対地射撃任務を遂行するためにチョンジュ基地を離陸し、射撃場へ侵入するために高度330メートル付近を飛行していたところ、左側の空気吸入口にハゲワシが衝突したと記されていたね。これが真実であれば、バードストライク発生時のウェポンベイには射撃用のミサイルが搭載されていたはずであり、そもそも飛び込んだハゲワシの死体がさらに後方のランディングギアに影響するとは考えにくく、ウェポンベイ内部のランディングギア作動油圧導管と電源供給部に配線されていたら、主翼下のランディングギア格納扉も開かないはずであると見られているよ。さらに、ウェポンベイの内部が飛び込んだハゲワシの死体によって壊滅的に破壊されたのであれば、ウェポンベイの開閉もできなくなるため、緊急着陸の際にミサイルを抱えたまま胴体着陸をしたことになるのだが、それもまたありえない話なんだよな。少なくともパイロットの命を尊重する軍隊においては、ウェポンベイのミサイルを廃棄できない状況であれば、危険回避のために機体を海中に落として、パイロット自身は緊急脱出をするはずとの指摘もインターネット上で散見されたぜ。また、仮にバードストライクによってランディングギア作動油圧導管と電源供給配線が損傷して、作動不良を起こしたことが事実であったとして、それほどの衝撃を実際に操縦しているパイロットが感じないわけがなく、まずはそのことを報告するのが普通だよね。しかし、事故直後に韓国メディア各社が報じた韓国空軍の発表によると4日の午後12時51分頃、訓練飛行中の F-35A 戦闘機が航空電子系の異常により降着装置が作動しなくなり、チュンチョンソサン市の第20戦闘飛行団の滑走路に胴体着陸したとされているのみで、この時にはバードストライクが発生したとは一言も触れられていなかったんだ。おそらく韓国空軍からすると、整備不良やパイロットの操縦ミスでなければ自軍の責任にせず F-35 の欠陥であると主張したいだろうから、仮にバードストライクがあったとするなら当然すぐに公表しているはずで、事故発生から2ヶ月も経ってから発表するのは非常に不自然であるとしか言いようがないわけだ。しかも時速 900km の衝突でおそらく原型をとどめないほどの肉片になっていたと思われるハゲワシの体重を、どうやって推定できたのかといった疑問符がつくようなことも指摘されているな。韓国軍から発表された事故原因の摩訶不思議な点についてはともかくとして、事故機の修理に関してどの韓国メディアも触れていないことを指摘する書き込みも散見されたね。F-35 においては世界各国での導入が進んでおり多数の製造拠点が必要とされるため、本拠地のアメリカはテキサス州にあるロッキード・マーティン社のフォートワース工場の他に、イタリアのカーメリと日本の名古屋近郊に最終組み立て検査施設、FACO ファイナルアセンブリーチェックアウトが設置されているのはみんなも知っているよね。そして、最も機密性の高いステルス性能など各種性能の維持やブラックボックスなどの、ロッキード・マーティン社のみ触れることが許されている部分のメンテナンス修理オーバーホールアップグレード作業を、実行できる国際整備拠点 MRO メンテナンスリペアオーバーホール&アップグレードが、アメリカ本国の他にイタリア、日本、オーストラリアに設置されているんだ。言うまでもなくアジアで運用される F-35 の整備拠点は、唯一日本の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場であるが、韓国は日本を適正国家とでも見ているのか、自国の F-35 のメンテナンスなどを日本で整備することを拒否しているんだよな。そのため、韓国空軍が運用する F-35 の整備は、わざわざ距離の遠いオーストラリアで行うことになったそうだが、果たしてどれくらいの頻度で整備点検を実施しているのかは明らかにされているわけではないぜ。当時の事故機の修理を韓国空軍が行うのであればオーストラリアに依頼したんだろうけど、修理費用が1100億ウォン約116億円とロッキード・マーティン社から提示されて新規調達とほぼ変わらないため、現実的ではなく退役させることを2023年末に決定し、韓国お得意の共食い整備用として部品取り専用機となってしまったんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、
チャンネル登録してね。2021年11月、これまでも国連安保理の決議に基づき継続的に実施されている北朝鮮のいわゆる瀬取り行為の監視に、ニュージーランドやドイツから航空機や艦艇が派遣され、その任に当たることが報じられたよ。北朝鮮は言うなれば世界の目の上のタンコブだからな。何かしらの対策を継続的に行う必要があると思うぜ。そうだね。さて今回はそんな北朝鮮の瀬取り行為の監視に向けてニュージーランドが P3K にオライオン対潜哨戒機を派遣した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まずニュージーランドは同国空軍が保有するアメリカの現ロッキード・マーチン社製の P3K にオライオン対潜哨戒機を沖縄の在日アメリカ軍の嘉手納基地に派遣、11月中に瀬取り監視任務に従事することになったよ。ニュージーランド空軍が同任務に航空機を派遣するのは2018年から4年連続な上、今年2021年は4月から5月にかけてに続く2回目で、通算ではこれで5回の派遣を行うことになった状態だね。日本は P3C から国産の P1 に、アメリカは同じく P3C から P8 へと新型の機体の導入を進めているけど、ニュージーランド空軍の P3K にオライオンは同期のシリーズ中でもグラスコックピットを採用した近代化版と言えるよ。続くドイツは同国海軍のブランデンブルク級フリゲートの3番艦バイエルンを、11月中旬以降から北朝鮮の瀬取り行為の監視に従事させることになり、同国としても初の任務参加を果たすことになったぜ。バイエルンは満載排水量4900トン、全長 138.9 メートル、全幅 16.7 メートルの艦隊を、ディーゼルとガスタービンの揚機関を併用した CODOG 方式で駆動、29ノットの最大速力と4000海里の航続距離を誇っているな。バイエルンは兵装面では、オートメラーラ社製の 76mm 単装砲撃機、マーク、41垂直発射システム VLS-16 セルで空対空ミサイルを運用、艦対艦ミサイルとしてエグゾス SSM 連装発射塔を2機などを搭載しているらしい。実はバイエルンは今回の瀬取り監視に従事する前、今年8月末には中東のソマリア沖で海上自衛隊の護衛艦夕霧と合同軍事演習を行い、その後オーストラリアやグアムを経由してやってきたわけだ。そして11月4日から5日にかけては関東地方の南の海上にて、海上自衛隊の護衛艦サミダレと合同軍事演習を行った後に日本へ帰港。実にドイツ海軍の艦艇としては2002年以来20年ぶりに日本を訪れたことになるね。そもそも北朝鮮の瀬取り監視にドイツが加わったことも初であり、これまでは日本、アメリア、韓国、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの8ケ国に限られており、新たな動きと言えると思うよ。これまで日本を含む8ケ国が北朝鮮の瀬取り監視を実施してきたのは、2017年9月に採択された国際連合安全保障理事会決議2375に基づくもので、核兵器や弾道ミサイル等の開発を続ける北朝鮮への制裁のためだね。この決議によって等しく国連加盟国は、北朝鮮の船舶等による海洋上での物資の積み替え行為、いわゆる瀬取りを禁止、北朝鮮が保有する核兵器を含む生物化学兵器等の大量破壊兵器の拡散を防止することと目的としているんだ。ただ実際にはこうした大量破壊兵器が北朝鮮から持ち出されるというよりは、北朝鮮側が禁輸中の石油製品を密輸で入手したり、逆に自国産の石炭を密輸して経済的利得を得ることを防ぐことが狙いとも言えるだろうな。北朝鮮による瀬取り行為は主として東シナ海を中心に行われていると見られており、よってこの東シナ海が監視を行う各国の航空機や艦艇の活動の重点海域となっているが、ここには別の問題も横たわっていると言われるぜ。それは西側諸国からすれば近年富に海洋進出を強めている中国に対し、東シナ海や南シナ海における牽制行動を兼ねているとの見方であり、中国が台湾海峡の制海権を掌握することを防止しようとする意図も指摘されているわけだ。2018年7月には国際連合安全保障理事会に対してアメリカ政府が文書による報告を実施し、
その内容は前述の国際連合安全保障理事会決議2375に反し、中国やロシアの企業が北朝鮮への石油製品密輸に関与したと示唆するものだったね。北朝鮮のような経済的にも行き詰まった独裁国家が、まがいなりにもこの2021年でも存続できているのは、後ろ盾となる中国が崩壊を防ぐために各種の支援を行っているであろうことはもはや国際的にも公然の秘密だろうね。加えて韓国のように同民族でありかつ地続きの国でも、むしろ北朝鮮が崩壊して難民が溢れるなどの混乱を避けたいとの思惑もあるようで、2018年5月には東シナ海上で韓国と北朝鮮のタンカー同士が接触しているとの報も伝えられたよ。韓国政府はこの事実を即座に否認したが、国際連合安全保障理事会決議2375の採択後も韓国内の港湾には北朝鮮産出の石炭が運び込まれているとアメリカは指摘。北朝鮮への経済制裁を韓国が破ることに警告を行っているぜ。さて今回のニュージーランドからの P3K にオライオン対戦哨戒機や、ドイツからのブランデンブルク級フリゲートバイエルンの北朝鮮の瀬取り監視の件に戻れば、この両国にはかなりの温度差があるようにも思えるんだよね。これはニュージーランドという小国が、隣国でアメリカイギリスとの新生オーカスを締結したオーストラリアと同じように、基本的にはアメリカ寄りの対中国路線を選択していることとの違いにも見えるんだ。2021年の夏にはイギリスの航空母艦クイーンエリザベスらの空母打撃群の極東派遣があり、インド太平洋地域における中国の海洋進出をこれまでよりは積極的にイギリスも警戒する側に回ったというのが一般的な解釈だよ。それでもクイーンエリザベスそのものは極東への往路も復路も、とに中国を刺激することは避けるためか台湾海峡を通過することはなく、その意味ではまだ公然とした中国包囲網というにはいささかの脆弱さも感じてしまうね。しかしそれ以上にヨーロッパや EU を代表する国家たるドイツは中国との経済的な結びつきが強固であり、クイーンエリザベスらの空母打撃群以上に中国に対する徹底的な忖度を今回も見せようとしていたぜ。それはブランデンブルク級フリゲートバイエルンをやはり台湾海峡は通過させないこと、および中国に対しても親善寄港を行うという方針からも明瞭だったが、後者は中国側から拒絶を受けて断念しているらしい。かつて20年前の2002年にブランデンブルク級フリゲート4番艦のメクレンブルク・フォアポンメルンと、バーデンブリュルテンベルク級フリゲートの4番艦ラインラント・プファルツは中国の青島に寄港した過去があったな。こうしたドイツと中国との過去の経緯を勘案すれば、今回のバイエルンの日本への寄港と海上自衛隊の護衛艦との合同軍事演習も手放しでは歓迎できないとも思えるんだけど、いかがなものだろうね。今回は中国側がバイエルンの自国への寄港を拒絶しこれは実現しなかったが、これまでの中国寄りの政策を続けてきたドイツが、その体現者でもあったメルケル政権の退陣でどのように変化するのかにも注目だと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。